ぱい。スタートしました。若干1番ニューバラードが後方、今一番後ろになりました。ダッシュが早かったのは9番のグロバーテソーロ。今日も先手を取りに行きます。1周目の3コーナーのカーブへ。2番手には10番ユアフラッシュがつけました。3番手集団1馬身差1段、4番サングラデーション、5番マコタイガ、2頭の外に12番エアロソリ、ここは3頭で1段、先段は5頭で3、4コーナー中間を過ぎます。6番手以降ですが、外からスーッと1番のニューバラードがポジションを上げて先段の後ろまで取り付いてきました。4コーナーカーブ、中段インコースに4番サングラデーションとなっています。4コーナーからホームストレッチに出てきました。中段以降に内7番のエミ誘う翼、11番ブロンディール、この外に3番クロックフォード、スタンド前を進んでいきますが、ここで先頭変わります。1番ニューバラード、しかし9番グロバーテソーロも譲らないか。2頭が並んで引っ張る形になりました。少しずつ隊列が縦に伸びてきます。あと後方3頭、2番のマウンテンエース、2番エアロソニックヒットアンドロール、4コーナーをカーブして直線コースに向かいます。コーナーマークで振り切ろうとするグロバーテソーロ、リードを1馬身、ムチが飛んで1番ニューバラード、2番手から追っている、この後ろ外に持ち出して2番マウンテンエース、5番マコタイガで200を切りました。並んで今度はかわした、1番ニューバラード先頭、1馬身2馬身と差を広げていく。9番グロバーテソーロ狙っているところ2番手ですが、外から5番マコタイガが接近して、マコタイガ2番手まで押し上げる、先頭1番ニューバラードゴール。最後に刺してきた5番のマコタイガ、マコタイガ、カズオ、一出たじゃん、めっちゃいい雰囲気。スタートしました。ほぼ揃って出ましたが、2番エリンアキレウスが後ろからか、大ダッシュから1番ハイパーグローブ、内から出ていきます。接近していく外から9番ほどほどさように2頭、間は3番グラシアス、外から一気にダッシュがついた16番ジャックパール、かわしていきました。先段につけていく10番キュピドン、スタンド前から1コーナーに向かっていって、その馬群の一角に6番のささやきです。3、4馬身がいて13番オセアバトルプラン、この2馬身後ろ14番テレピックプラン、ちょうど中段からです。その後ライラスターの追走です。1コーナーから2コーナー、外から16番ジャックパール先手を取りました。リード体半分グローブ、そして外にライラスター、4コーナーカーブ広がって、この外にことほどさように、さらに外に行った14番テレフィックプラン、広がって直線コースに向かいます。わずか抜けれた5番ライラスターですが、外から一気に14番のテレフィックプラン、この内に合わせて9番ことほどさように200を切って、この2頭が追い比べ、その後ろパーサビアランス、当選クライスト追い込んでくるが、先頭抜けた14番テレフィックプラン、1馬身2馬身と突き放す9番ことほどさように2番手テレフィックプラン先頭ゴール。2着は9番のことほどさように、間が空いて15番当選クライスト、3番手でした。ワイドワイドはワイド14、こういうのは飲みたくなっちゃうから、はい、乾杯。中山グランプリエール、逆だ。係員が離れます。スタートしました。ほぼ揃って飛び出しました。真ん中から5番コスモブッドレア前へ、外から6番のオラベリタスも先行策、内からデムチも入った1番シュブリームが
かわして出ていきました。4番手外に9番メント・ユア・ハート控えています。内からは4番フロム・ナウ・オン、4、5番手これらの後ろ、外からは10番マイネル・ダグラス、3の前から1コーナー、この後ろに7番マーシャル・ポイント、後方寄りで1コーナー、3番マイル・マティが行って3馬身くらい空いて後方2頭、8番ピンキー・プロミスと2番のゴーゴー・サンデーとなりました。その後ろ中段外めにマーシャルポイントです。4コーナーカーブから直線に向かいます。逃げる1番シュブリーム、リードが2馬身ぐらいまで詰まって、5番のコスモ・ブットレアがこの前を捕まえに行く。 2,3 馬身後ろからは4番のフロムダウンを200を切って、外からマーシャルポイント、2番ホーサンデーと追い込んでいます。伸び足どうか、前は入れ替わる。5番コスモ・ブットレア、1馬身2馬身と抜けた、粘るシュブリーム、2番手先頭5番コスモ・ブットレア、ゴールイン。2着1番シュブリーム、追い込んだ4番フロムダウンを3着、その後に3番バイルマティ4番手でした。めっちゃ久しぶりに単勝当てた。いくら？一番人気だけど。いくら？いや、400円それとビールとハイボールでほろ酔いなんですけど決めました。じゃじゃん。なんか本当に来ると思います。収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。まずスタンド前に出てきます。スーッと6番エコロバルツが今日も先手を取りに行きます。外から10番ヤマニアドホック、前の2頭3番手広がって内から2番タガノデュード、14番タンゴバイラリンも外から上がっていきました。この後ろ先段に3番エフォロレイズ、その後も固まって4番ルカランフィースと5番サルベージワーク、外は9番のアスクカムオンモア、先段固まってスタンド前から1コーナー、 2,3 馬身がいて中段内に1番アーバンシック、馬体が離れて外8番コスモキュランダ、中段から行っています。 1,2 コーナーの中間点を過ぎていきました。先頭外から10番ヤマニアロホックかわして前へ出ました。外回りに出ていきます。リードを1馬身半、2番手に引いて6番のエフロバルツです。残り1400通過、3番手は外目、14番タンゴバイラリー、内から2番のタガノリード、この後ろ3番エフロレイズが続いていっています。中段の前からです。残り1200を切っていくところ、 1000m1 分0秒5で通過していきました。タンゴバイラリーの後ろになった1番のアーマンシック、そして3番エコロメイズが並んでいって、 2,3 馬身がいて9番アスクカモンモア、中段少し後ろ、残り1000を切っていきます。後方より4馬身離れました。8番コスモキュランダ、そして5番サルベージワーク、内に4番ルカランフィースト、追い上げを開始。12番スティンガーグラス、まもなく3コーナーカーブ、そして11番パンジャも上がっていって800を続々切っていきます。後ろから2頭目7番のログラール、13番アスクハッピーモア、1番後ろになりました。さあ4コーナー中間です。逃げる10番のヤマニアルホック、リードを1馬身、外から6番のエコロバルツ、2番手から追っていきます。3番手以降徐々に進出を開始していく。外からコスモキランダ一気に動いた。これにつれて3番エコロレイズ、内からはタガノリュード、タンゴバイラリン、バグルの中、中段内にアバンシック。4コーナーから直線、逃げるヤマニアルホック、差がなくなって外からはコスモキランダがこれを捕まえに行く。前競り合って200を切りました。外から一気に1番のアーバンシック、差し足を伸ばして坂を登ってくる。抜け出た8番のコスモキランダ、これを目がけて外から1番のアーバンシックがかわした。アーバンシック1馬身2馬身突き放してゴールイン。2着は8番コスモキランダ、その後6番エコロバルツ、粘って3番手。安いやつ。